はい、どうも、ガクちゃんの湯のガクです。今日もね、あいにくの天気で雨ということで、ちょっとブーストをね、いじっていこうと思います。この前ね、ちらっとお話ししてましたけど、これね、買っちゃいました。16兆ね、フロントのスプロケットの方ですね。これを一回、使ってる方もいてるみたいなんで、多分、大きさ的には入ると思うんで、一回交換をしていこうと思います。使うのはね、このくらいだったと思うんですよ。まあ、リアのね、チェーン緩めないとダメなんで、まあ基本的に、こんな工具ね、あとはトルクレンチと、あと外すのにね、フロントスプロケット固定しての外すのに、ちょっとこのでっかいやつね、これ30ミリかな、だからね、これとトルクレンチと、あとはこれはまあここら辺のカバーね、ちょっと外していくんで、まあ普通のあれですね、ソケットレンチを使っていきます。よいしょ、ね、これと、はい、こんな感じでやっていきます。まずはリアのね、これまあ緩めて、両サイドね緩めて、チェーンね、ちょっと緩めていこうと思います。チェーンもね、ちょっと錆びてきてるんで、ちょっと洗いたいんですけどね、ちょっとかなりここら辺も汚くなってるんで、洗車も時間あればしたいんですけどね、せめてちょっとチェーンだけ軽く掃除して、オイルくらいもちょっとやりたいなと思います。まあとりあえずはスプロケットね、作業としてはこのカバー外すんで、こことボルトね、どこだったかな、これと、あとなんかもう一個くらい外したと思うんですけどね、下、あ、これか、この中にあるやつ、これを外していこうと思います。はい、じゃあ外していきますね。とりあえずね、14、13くらいかな。はい、じゃあちょっと外していきましょうかね。よいしょ。OK です。あとこいつもいりましたね。こいつもね、こいつちょっと緩めんのに、これでっかいやつあった方がね便利なんですよね。反対は何ぼやったかな、こっちが17で反対24ですね。よいしょ。それで、なんとは、めんどくさいからこれで。まあある程度動けばいいでしょう。まだちょっと、もうちょっとか。緩みましたね、これでね、うん、で緩んだので、まあソケットレンチ、
よいしょ、はい。じゃあ両サイドね、緩みました。こんな感じでね、はい。じゃあとりあえずね、このカバー外していきます。でこれちょっとね、このサイドスタンドのスイッチのこのねケーブルがあるんで、それだけちょっと気にしながらねやっていきましょう。これもね2回目なんですよね、作業自体は。純正の、よいしょ、14兆からね、よっ、15兆に今変えてるんで、はい。で、あと、ここですね。これ、ちょっとケーブルがね、結構、詰まってるんですけど、ちょっと横よけってね、ちょっとこう、気にしながらやってあげたら、全然、思いっきりねじ込まなければケーブル傷めることもないと思うんで、はい。でこれ2本外せばね、カバーが外れます。よっ、よいしょ、はい、外れました。汚いですね。これもちょっと洗ってあげましょう。で、こいつね、これちょっとペンチで、ペンチか何かでね、ちょっと、とりあえずこいつを戻してあげないと。よいしょ、よいしょ。ちょっと今こんなんでやってますけど。で、このナットを緩めていくんですけど、こいつがさっき言ってたあれ、あったこいつね、こいつはめないとダメなんで、もうちょっとこれ戻してあげないとダメですね。ペンチがない。ちょっとペンチ取ってきます。はい、じゃあペンチ、簡単なペンチですけど持ってきたので、もうちょっと上の方がいいかね、これをもうちょっと戻してあげましょう。よっ、よいしょ、よっ、このくらい広げたら入るかな。一応これがなんか緩み防止になってるみたいなんで、また、締め付けたらね、元に戻し、こう折りたたんどかないとダメなんですけど、これで多分入りますね。はい。じゃあこれで、とりあえずこいつを緩めます。ただこのままね緩めても、これタイヤが回ってしまうんで、ブレーキをかけながらね、リアブレーキかけながらこいつを回してあげます。ちょっとね、どうしようかな、ちょっと大変なので、ちょっとカメラ止めます。もう とりあえずブレーキ、リアブレーキかけながらこれ緩めるね。はい、はい、とりあえず緩みました。よう考えたらね、前さっきね、後ろのこのチェーンちょっと緩くしましたけど、よく考えたらチェーン張った状態の方がこれ力がね、しっかりブレーキかけた時に、止まってくれるんで、多分ボルト緩める、ここのボルト緩めた後にリアのね、こうチェーン緩めた方が良かったですね。前多分そうしてたと思うんですけど、手順を間違えました。僕の動画ではよくあることですけど、はい、ね、ナットが緩みました。で、とりあえずもうこれね、このままこう手前に引けば取れるんで、
作業自体はねそんな難しくはないですけど、はい、取れました、15丁ね、はい、で新しい16丁のやつつけます。でもともとついてたあの純正のやつにはゴムがね静音ゴムがついててあまり音が鳴らないようになってるんですけど、まああのゴムついてるやつなかったんで、まあ、15丁の時もねゴムなし使って、そんなねあのスプロケットも交換した後に鳴らし運転が、いるような感じになりますけど、鳴らしが終わればねそんな音もね気にならないとは思うんですけどね。はい、でこれがねちゃんと入ってくれるかどうかが若干ね気になってたところですけど、よいしょ、はい、ちょっと入るか、タイヤもうちょっと前に押しましょうか、タイヤね、よいしょ、あかん、これが一番緩んでる状態ですね。よっ、よっ、よいしょ、はまってくれない。これ向き込んで合ってるよね。うん？あ、入った入った。よし、入った。ね、特に干渉はしなさそうで、ちゃんと入ってますね。ね、16丁。はい。そしたらとりあえずね、もう直していくの一緒なんでね、ちょっと。淡々とあの直して元に戻していこうと思います。はい、とりあえずパーツクリーナーで、なんとなくちょっとここら辺きれいにしまして、はい、これでね、でね、ボルトのところもちょっときれいにしました。で一応あのネジロック剤ね、こいつをちょっとつけときます。ネジロック剤つけといて、でこいつを、よいしょね、でここの締め付けトルクがね結構強いんですよ。なんぼだったかな、ちょっと調べます。はい、ここの締め付けトルクちょっと120ね、僕あれどこ行った、僕の持ってるねトルクレンチがねそこまで対応してないんだ。あれどっか行った、あれトルクレンチがあったあった、トルクレンチがね100までしか対応してないんですよね。だからもうとりあえずね、前もそうだったんですけど100まで締めて、そっからちょっと追い締め、じゃあ110か、これ最高か、よいしょ、よいしょ、これで110で締め込んで、とりあえずあとちょっとね、おい、あの増し締めしてるような感じで調整してます。とりあえずね、
じゃあとりあえず、ちょっと締め込んでいきます。はい、今とりあえず110で締め込んで、ちょっとね余分に、締め込みました。じゃあ次こいつね、またこの抜け防止のやつを折っていきます。これもね、どうやったらいいのかなと思ってね、前もなんか適当にどうやったんかな、なんかトンカチでやったのかな、なんか適当にこれね、うまくね、もともとどうやって曲げてんのかな、とりあえず抜けなければいいと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。はい、もうとりあえず曲がればいいということで、これで、よし、曲がりましたね。抜け防止ね。で、とりあえずあとはもうカバーつけて戻していくだけなんで、とりあえずもう割愛します。でちょっとさっきも言ってましたけどに、ちょっとね、まあ僕結構メンテナンスしてる方なんですけど、サビがやっぱ毎日通勤で乗るんでね、梅雨の時な、あの時期なんで、やっぱ雨に当たることも多くて、でやっぱりここ外すのってね、あんまりないんで、結構こう汚れが目立つんで、ちょっと清掃をついでにしようと思います。だからとりあえずこいつの交換動画はここまでということになります。また乗った感じね、違いなんかはまた違う動画でね、ご紹介できたらと思います。そしたら今日はね、この辺で失礼します。さようなら。